2月18日に公開される映画愛国女子紅武士道。この映画は国を愛することの真の意味とその尊さを魂に問いかける作品となっています。映画の公開に向けてこの作品の魅力に迫ります。日本の西方に位置する巨大覇権国家ソドラ共和国は弾道ミサイルの発射実験を繰り返す。国防の危機にもかかわらず日本政府の対応は鈍く、マスメディアで知識人たちはソドラ共和国を強く批判できずにいた。大和家ではこの国の現状に憤りを感じていた。また誠に遺憾であります。最も強い言葉って何だろうな。まったくこの国の政治家は精神がなっとらん、腰抜けばっかりだ。武士道を重んじる大和一心館。静か、勝つことの先にあるものを見なければならない。十代目道場主である父に育てられた大和静香はある日芸能事務所にスカウトされる。アクション女優に興味ありませんか。アクション。しかしそこはただの芸能事務所ではなく、高山聡が所属し日本を国防の脅威から守るための組織だった。その組織は日本文明の源流である神雨の御親神を本尊としている。この国を守るため神の御心にかなった国づくりを目指しています。高山は彼女に声をかけた理由を伝える。日本は今国難の時を迎えています。下手をすれば21世紀中にもこの日本の国は滅びてしまうかもしれないという信じが降りているのです。昨今ソドラのスパイが数多く侵入し日本占領の機会を伺っている。彼らをさらに霊界から操っている存在がいることが分かってきたんです。静香は高山から日本を滅ぼそうと霊界から人々を操っている存在を知らされる。読み大魔神。高山は愛国心を持ち日本を守るために立ち上がった同志たちへ特殊ミッションへの参加を呼びかける。そんなある日、恐れていた事態が現実のものとなる。お話を失礼いたします。総理、防衛省より緊急案件です。はい。2月23日何？ソドラ共和国が太平洋上に向けてミサイル実験を行う予定？高山は霊界の読み大魔神を倒すことと地上での迅速な対応を同時に行うことにする。総理、ご決断を。日本の未来をかけた戦いが今始まる。勇気とは死を覚悟した時に初めて出てくるものです。日本を危機から救うことができるのか、スクリーンでお確かめください。